様でございます。Uvoice っていうサイトに気づいてね、早速アンケート1個答えてみました。3分くらいで50ポイント貯まりましたね。で、そのポイントを貯めていくアンケートを答える過程の中で、またね、お得な情報が入りましたので紹介したいと思います。今回答えたのは、パソコンの情報を提供しようってやつですよね。これは当然ですけども、個人のデータをお送りするんじゃなくて、全体的にパソコンを使っている人はどういうふうな生活動向を送っているのかなっていうふうな、全体像を知るためのアンケートですから、個人情報が漏れることはないということでございます。これに答えて50ポイントもらったんですけども、 Q&A はね、たった4問か5問くらいでしたんで、ほんと3分以下で終わりました。すごく簡単だったです。で、2枚目なんですけども、こんな画像が出ていました。今回は行動データを提供してくれませんかっていうふうなのがアンケートの途中であったんで、私の場合はそれに、行動データ提供 OK ですよっていうふうにさせてもらいました。で、ここで提供するデータっていうのは、私がどこにログインしたのかということと、どのぐらいインターネットを使ってるのかってこと程度だと思いますけども、これにね、参加することによってポイントが貯まるらしいんですよ。しかもなんか継続的なポイントなんですよ。毎月毎月200ポイントもらえるらしいです。この行動データを提供する限り、自動的に200ポイントがずっと貯まっていくみたいな感じで、で、特に最初の3ヶ月はそれがね、500ポイント貯まるらしいんで、3ヶ月で1500ポイントっていうのは必ずもらえるんですよ。で、それがここに書いてます。ね。で、もう1枚だけ見ていただきたいんですけども、しかもこの行動データ提供している限り、3ヶ月に1回の割合で10万円がなんと11,111名様に当たる、プレゼントがあるみたいですので、これは応募しないとなと。参加者も少ないし、これはいいんじゃないかなと思っているところでございます。はい、今回のレポートは以上ですね。簡単に、アンケートサイトに参加できて、で、しかも、もう702ポイントね、反映されましたね。本当にね、5分も経たないうちに反映されましたんで、これね、サクサク貯まると思いますよ。いいですか？ここに50ポイントってやつがあるでしょ？ 30、30、30ってあるでしょ？で、結構でかいんですよ、ポイントサイトにしては。で、2ポイントみたいなのもありますけどね。はい。だから、本当これからね、1時間弱で1000ポイントぐらい貯まるんじゃないかなと思いますよね。だから時給1000円みたいな感じで、このアンケートサイトを利用していけばいいんじゃないかなと思います。はい、ログインボーナスもあったりね、紹介ボーナスもありますので、どんどんやってみていただきたいと思います。特に何もやることがない方は、このポイントサイトを、アンケートサイトですか、毎日10分やるって決めてやっていただければ、結構ね、溜まっていくと思います。それでは。